はい、今回、県民情報局、一番ヒットしたのはこちらでございます。オチで。あの右さんです。山形県の、神山病院というところに訪れたらですね、江口拓也さんという医師がいらっしゃいました。担当は心療内科、心の病から認知症などを担当されているそうです。ネットでも山形江口拓也と調べるとご覧になりますが、茨城県出身、声のサプリで人の心を治療する江口拓也さんに負けないよう、山形の江口拓也さんも頑張っていました。何この歌、この心温まる応援メッセ最後なんかいい感じにまとまってますけれども、綺麗なメッセージ。声のサプリでって言って、江口拓也さん、いいですね。お医者さんです同か。じ名前、同じ名前で違うところで活躍されてる方がいらっしゃると、やっぱりちょっとワクワクしますね。もう俺もツイッターでいろんな杉田さんをフォローしてますっていう、なんかミュージシャンの杉田なんとかさんっていうのをフォローしたらめっちゃ喜んでくる。僕喋ることとピンポン握るぐらいしかできませんみたいな言ったらめっちゃあいつ、あっち喜んでた。いろんな杉田さんを集めてるんでしょ。そうそうそう。杉田コレクターなんでしょ。すげえ。祁答院さんは？はい。僕も先日、はい。同じく祁答院さんを集めてますっていう方にフォローされました。俳優でいましたよね。俳優さんで。そうですね。若い子で。はい。なんかちょろちょろ祁答院さんいらっしゃるみたいな。親戚じゃないですか、普通に。祁答院さんは祁答院町に集まってるんでしょ、だって。そうですね。鹿児島の方に帰れば多分。本当に。みんな、こう、元たると同じ穴に。かもしれないですね。涅槃だ。涅槃への扉が。涅槃だ。というわけで、じゃあ募集しましょう。じゃあ、いろんな梶田さん。あれ、あんまり見たことないですよ、梶田さん。面白い。あと、いろんな杉田智和さん。ああ、フルネーム。フルネームいないんじゃないですかね。写真付きでぜひ欲しいですね。そうですね。はい、というわけで、以上、噂の県民情報局でした。